これはいかんな。これ俺の最強カスタマイズを見せてしまったな。これはちょっと待って。ちょっと待って、俺もその最強カスタマイズ見たい。あ、見ます？最強カスタマイズの話をまたいつかしてもいいですけど。そうですね。これだけ限られた幅で最強とかあるのかな？あるに決まってるじゃないですか。何言ってるんですか。自由なんですから。マジか、あの、うん、いや、なんとかキャリバー。ああ、ああね。あるけど。ああ、そのあれだってウルトラマンとかできるじゃん。いや、それ、なんか最強って、いや、俺最強ってマジで、この試合中に最強って意味やっけんね。あ、そうなの、うん、あ、そういうこと、うん、そうっすよ。なんか、人の対戦の攻略をさせるのを邪魔するみたいな意味の最強。まあ、言ったらそうやね。なんか、だって汚いもん、これ。いや、これもう、タクティカルアドバンテージやから、汚いっていうのは、要は。うん、うん、うん。例えばっすよ。例えば、なんかな。こう見てください、俺のポールよ、これ。いや、わかるよ、これ冬のホームレスや、なんかその辺にあるものをさ、うん、身の道みたいに。この角度見て、ここでさ、俺が投げ出すやん。なんか、手がどれとかわからんよ。わからん。ほんと。それさ、昔からもう一言ってたね、なんか、うん、翼で手を隠すとか、あ、そう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 、そういう話。それが今、これですから、ポールで言ったら。こんなわからん、マジでわかんないから。ゴミの身の道ってこと。でポールってそのなんだろうな、あのなんだろう、分けれるんですよ、その投げが。右投げ、左投げ、両投げっていうのがそれぞれあるキャラなんで、だからいいのよ。右ってなったっけ、左はトモエやろ。右、これ。ああ、はいはい、なるほど。ちょっとね、すごい独特なコマンドなんですよね、これね。その右投げした後に後ろを入れるみたいな、はいはい、これなのよね、コマンドが。右投げ後ろっていう投げキャラか。そう、意外と投げが、いや、投げキャラなんだけど、でも普通はこう手を見て抜けれるんで、それをね、もう最大限阻害するのをカスタマイズでやっちゃえっていうのがこのこれなんで。ちなみにその手を見てに、あの、抜けるっていう感覚いまだに俺ないんだけど、ただ、はあ、なんかたまに、ね、投げ抜けが A とかになったりするときはちゃんと抜けてるんだけど、うん、俺の場合ね、その最初の数フレのモーションを見て抜けてるんだよね。あ、技のってこと。うん、技のへえ。手じゃなくて、あ、ラフレシア行きそうだからこうとか、うん、そういう抜け方なんだよな。手見えてないわ。見えてないっすか。見えてない、見えてない。 手とか全然見えてない。俺ね、これ、あの、昔ね、いや今もあるか知らんけど、この投げ抜けのアプリってあったじゃないですか。あったあったあった。あれマジで真剣にやってたのは効果ありましたよ。あ、そうなんや、はあ、あれなん か韓国かどっかのやつだよね。そうそうそう、あの、カズヤがジャックのひたすら抜けて。あ、そう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 、そんなやつ。あれなぜなくなったのか、すげえ便利やったの。あれやっぱ怒られたんやないのか。それか、まあ、維持がめんどくさかった。あれ無料だったからね、確か。あ、そうか。じゃあ、iOS のバージョンが上がった後の、そう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 。そうじゃないかな。あれは良かったな。あ、喋りながら投げ抜けするのすげえむずいな。うん。てか、これ、俺のカスタマイズが邪魔で見えんっていう、相手の投げが。あ、やっぱ見て抜けれますよ。嫌すぎる、その美学のナイプ。いや俺はもはやこれは美しいと思ってますからね、これ。ああ、なるほどね。うん、あの、勝利に貪欲な姿ってことか。そう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 。なんでピンクなのかっていうと、このカエルちゃんがピンクやけんね。この色は変えれんから、あとはそこに合わせていくわけね、色合いを。な、統一感ぐらいはあれするわけね。いや、なんかこう、ちょっとカムフラージュになるかなっていう。